こんにちは、アートです。今回はラルフローレンの歴史をご紹介していきたいと思います。ヨーロッパの伝統的なスタイルに機能性を加えたアメリカントラッドの王道ブランドであるラルフローレンは、特徴的なポニーロゴで古着のアイテムも含め幅広い年齢層に愛され続けているブランドとなっています。そんなラルフローレンの歴史について一緒に学んでいきたいと思います。それではスタートします。ラルフ・ローレンはアメリカ合衆国のニューヨークで1939年に生まれました。彼はもともと大学でビジネスを専攻していたのですが、2年間で大学を中退しています。その後アメリカ陸軍に入隊するものの、こちらも2年で辞め、ファッション学校に通わずセールスマンとしてブルックス・ブラザーズで働いた後、1967年ノーマン・ヒルトンの財政支援のもと、ボーフラメル社に入社します。そしてポロのブランド名で手作りの高級ネクタイ部門を開設することとなり、翌年にフラメル社から独立し、メンズウェアを手掛けるポロラルフローレン社を設立し、コレクションを発表します。当時のラルフローレンはイギリスの伝統的な洋服を参考にしつつ、アメリカらしいテイストを加え、これまでにはなかった新しいファッションスタイルを提案していました。1970年メンズウェア部門で名誉あるコメディ賞を受賞。その翌年には一説によると、妻であるニッキー・ローレンのためにデザイン作成を行ったことをきっかけにレディースラインを発表し、上品で伝統的なテーラードスーツが好評となりました。そして初の1号路面店をビバリーヒルズにオープンし、ポロプレイヤーロゴが初めて登場します。メンズウェア部門でもトニー賞を受賞し、その後ラルフローレンは初のレディースのファッション賞を発表し、全24色のポロメッシュシャツを発表しました。翌年映画華麗なるギャツビーの男性キャストの衣装をデザインし、70年代後半にはウッディ・アレン監督でアカデミー賞受賞作品のアニーホールの衣装を手掛けました。特にダイアン・キートンの衣装はマニッシュスタイルとしてブームを巻き起こしました。1972年には現代でも多くの人に愛される幅広いカラーバリエーションの半袖コットンシャツをリリース。これがポロシャツとして有名な代表的なルックスとなるのです。1980年代にはフランスのパリにアメリカ人デザイナーのブランドとしては初めての路面店をオープンさせました。そして90年代には新しい派生ラインや他ブランドとのライセンス締結を発表します。まず WRL を発表し、翌年最上級クロージングラインであるラルフローレンパープルレーベルを発表。その後ポロジーンズカンパニーを発表した際にはリーボックともライセンス契約を結びます。またレディース、キッズ、メンズのシューズの生産販売もスタートします。この時期からポロラルフローレンは公開企業となり、ニューヨーク証券取引所に上場しました。ラルフローレンの革新は2000年代になっても続き、低価格で大学生向けの新ラインラグビーを開始した時には、エンブレムとしてポロの代わりにメンズはラグビーのキッカー、レディースは小さなラグビーシャツを採用しました。ラグビーの1号店をボストンにオープンし、これをザ・ニューポロと呼び、今後5年間で40店を開店させる計画を示しました。ラグビーは日本にも進出し、初の海外進出店は東原宿のキャットストリートにオープンしています。他にもアメリカ選手団の公式ウェアの担当、 CFDA アワードでのポピュラーアワードの受賞など、ブランドの歴史に刻まれる出来事が次々と起こりました。2011年ポロの名前やロゴが付けられていないブランドが増えたことを理由として、株主総会でラルフローレン社に会社名を変更することを議決されました。現代でいうカリスマデザイナーのラルフローレンですが、本人は私はデザイナーではなくライフコーディネーターだという言葉を残していると言われています。世界的なデザイナーとして活躍していた彼ですが、直接デザインを行ったり衣類の縫製を行うことはないと言われています。彼自身が世界中を旅して、その旅の中で刺激を受けたものを写真に収め、その写真をもとにデザインチームがデザインを起こし、デザインを彼自身が一つ一つチェックしています。ラルフローレンが誕生してから数十年が経ちますが、今もなおブランドの人気は衰えておらず、世界各国に熱心なラルフローレンファンがいます。日本では2003年にフラッグシップストアとしてラルフローレン表参道が東京に進出して以来、ショップの数が増え、ラルフローレンの愛用者が続出しています。またラルフローレンのコレクションは古着としても需要があり、ヴィンテージファッションを楽しむ人々からの人気がとても高いです。ここからはラルフローレンの中でも特に人気の高い古着定番アイテムをご紹介します。1つ目、ボタンダウンシャツ。ラルフローレンの代表作ボタンダウンシャツ、今ではフォーマルなシーンでも着用されることがありますが、スポーツウェアがベースという背景から、実はカジュアルシャツという位置づけになっています。2つ目、ポロシャツ。左胸にポニーロゴの刺繍が入ったラルフローレン永遠のスタンダードアイテムです。カノコ素材を使用し、後ろの着丈が少し長めに設計されています。カラーとデザインの豊富さは圧倒的なバリエーションとなっています。3つ目、オックスフォードシャツ。ボタンダウンシャツの中でも代表的なアイテムがこのオックスフォードシャツです。ゆったりとしたシルエットに背面のボックスプリーツで動きやすいデザインとなっています。また程よく厚みがありながら通気性が良く、シワになりにくく、
シャツ筋として重宝されています。4つ目、ラガーシャツ。イングランド発祥のラガーシャツは激しいスポーツでの着用を考え、吸水性が良く、フロントボタンにはゴム製のものが使用されています。その伝統的なスポーツウェアを見事にファッションに落とし込んだのがラルフローレンのラガーシャツです。本格的なディティールやワッペンなどのデザインはアメリカントラッドを代表するラルフローレンだからこそのクオリティです。5つ目、ネルシャツ。ワークウェアとして普及していたネルシャツが1970年代頃からファッションアイテムとして定着するようになります。アメカジブームの火付け役とも言われるネルシャツはもちろんラルフローレンでも人気のアイテムです。次にデニムシャツ。デニムシャツもラルフローレン定番のアイテムの一つです。デニム生地で仕立てられたシャツは生地に厚みがあり、ドレスシャツなどと比べると丈夫で使いやすいです。特に古着のデニムシャツはジーンズと同様に着用による経年変化を楽しんでいくことができます。スイングトップ。ラルフローレンで1980年代頃から製造されており、90年代には原宿のストリートウェアとしても人気でした。ラルフローレンのスイングトップは当時から変わらないスタンダードなデザインが近年再注目されています。ニットセーター。程よいゲージで編まれたコットン素材のニットセーターにブランドロゴが刺繍されたニットはシャツ同様に定番のアイテムです。アメリカントラッドを象徴するような旗のデザインや1991年に誕生したテディベアのブランドアイコンポロベアなど、長年多くのファンから愛されるデザインも数多く存在します。チノパン。ラルフローレンが全ての衣装を手掛けたことでも有名な映画アニーホールでウディアレンが着用したことで人気アイテムになりました。裾にかけての緩やかなテーパードが特徴で、数十年以上経った今でも色褪せないことのない名作です。今回の動画は以上になります。今回の動画を見て少しでもラルフローレンに興味を持ってくださいましたら、チャンネル登録と評価の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。